先生、前回の風紀委員会の資料を持ってきました。先生、ずいぶんお忙しそうですわね。でしたら私がお手伝いいたしますわ。一人より二人で取り組んだ方が早く終わりますもの。もちろんです。アリスガー学院の淑女として当然の行いですわ。そうと決まれば早速参りましょう。ふう、もう少しで終わりそうですわね。委員会の活動記録だけでこれだけの量とは、さすが伝統あるアリスガー学院と。ああ私は大丈夫ですが。すみません、うっかり書類を落としてしまって。これは昔の風紀委員会の記録でしょうか。過去の風紀委員がどんな活動をしていたか少し興味がありますわね。ちょっと見てみましょう。白いコサージュにかかる諸問題について。先生ご存知なのですか。大事に思っている相手への親愛の印。素敵なお話でしたわね。もし私が白いコサージュを渡すなら、やはりミユさんに。え、はるなちゃん、この白いコサージュを私に。わあ、嬉しい。ありがとう、はるなちゃん。あのね、はるなちゃん、実は私もはるなちゃんに渡したいものがあって。うわあ、だ、ダメですわ。想像しただけで、動機が。ホワイトデーは確か2週間後でしたわよね。おはよう、はるなちゃん。みゆさん、どうかされたのですか。え、私はただ挨拶を。はるなちゃんこそどうしたの。なんでもありませんわ。私、全くもっていつも通りですわ。でも、なんだか表情がこわばってるけど。その…すみません、私、風紀委員の用があるので、先に行きますわ。はるなちゃん？
ナちゃん、あのすみません、ミユさん、私ちょっと用がありまして、失礼します。あ、委員長ってばどうしたの？なんかめっちゃ慌てて出て行ったけど。アルナちゃん、なんだか様子がおかしいの。うん、実は朝からあんな感じなの。何かあったのかな。ふんふん、これは気になりますな。ミユちゃんも気になるよね。え、ミユちゃんも気になるならこれは調べないとだよね。ということで行こう、ミーコちゃん。了解なの。なんだか不自然な対応をしてしまったような。ミユさんに変に思われていないでしょうか。はあ、いけませんわ。どうも変に意識してしまって、これでは当日ちょっと渡せるかどうか。もう落ち着きなさい、春日春菜。別に変な意味合いがあるとかじゃないんですから。ただ大事に思っている相手への親愛の印で、そこに対などない。そう、あくまで大事な人に渡すというだけで。何何、大事な人って誰？キャーブ！くるみさん、ミーコさん、どうしてここに？はるなちゃん知りませんかってみんなに聞いたら、ブツブツ何かつぶやきながら裏庭に行ったって教えてくれたの。そんなことより、ねえねえ、大事な人って誰？教えてよ。それは何の話です？私さっぱりわかりませんわ。へえ、教えてくれないの？はるなちゃんのケチ。ケチなの。何と言われようと、お二人にお話しすることはありません。ふーん、じゃあいいよ、行こう、ミーコちゃん。ミユちゃんに今のお話を教えてあげなくちゃ。わかったの。は？ちょっと待ってください。ミユさんに教えるって一体何を？ミユちゃん、はるなちゃんの様子が変だって気にしてたから、その理由を教えてあげるんだよ。はるなちゃんは大事な人のことで頭がいっぱいなんだって。お待ちください、全部話しますから、どうかそれだけは。ん？へえ、白いコサージュか。そんな伝統があるなんてちっとも知らなかったよ。ミーコも初耳なの。ということは、はるなちゃんはミユちゃんに白いコサージュを渡すつもりなの？なんでお分かりに？そりゃわかるよ、はるなちゃんミユちゃんの前でめっちゃ挙動不審だもん。そんなんじゃ渡されたミユちゃんも困っちゃうと思うよ。なんとか平静を保とうと努めてはいるのですが、私にはこういったことは向いていないのでしょうか。やはり諦めた方が。そんなの良くないの。せっかく素敵な伝統なんだから、勇気を出して頑張った方がいいと思うの。ミーコは春菜ちゃんのことを応援するの。応援って？春菜ちゃん頑張るの。ミユちゃんに春菜ちゃんの思いをちゃんと伝えるの。私の思いを？そんなこと。はるなちゃんどうしたの？あー、ダメだこりゃ。はるなちゃんショートしちゃった。これじゃ本番が思いやられるよ。本当なの？せめて渡す前に練習ができたらいいのに。練習か。あ、
けど、今週の日曜、私たちと遊園地に遊びに行かない？やった！レイちゃんありがとう！それじゃあ、駅で待ち合わせしよう。よろしくね。あ、そうだ。当日多分はるなちゃんの様子がおかしいと思うけど、気にしないでね。私、コサージュを渡す練習をすると伺ったのですが、どうして遊園地に行くことに？だって、はるなちゃんずっとガチガチなんだもん。そんなんじゃ、いくら練習したって効果ないでしょ。遊園地で遊んだら、はるなちゃんも楽しくなって緊張がほぐれると思うの。そういうものでしょうか。いい？はるなちゃん、これから来る相手をみゆちゃんだと思ってこのお菓子を渡すんだからね。え、これから来る相手って？あ、来た来た。レイさん、ちょっとくるみさん、どうしてレイさんがここにいるのですか？え、だってコサージュを渡す練習相手ならやっぱみゆちゃんっぽい子が来た方がいいでしょ。みゆちゃんとレイちゃんって同じラインって感じだし、練習相手にはもってこいだと思うんだ。わからなくもないですがレイさんを練習台にするなんて。まあまあ、とにかく頑張ってよ。それじゃあ私たちはこれで。くるみちゃんは別の用事があるの。そういうこと。二人とも楽しんできてね。ちょっとお二人とも。レイさん、なんてお優しいのでしょう。それなのに、私はレイさんを利用しようとして。そうですわ、練習台としてではなく普通にお友達として遊べばいいんですわ。その過程でお菓子を渡しても不自然ではありませんし。ええ、私もレイさんとご一緒できるなんて幸せですわ。今日はぜひ楽しみましょう。では早速遊園地に向かって出発。私もですわ。他の皆さんとても速くて、後ろから次々に抜かれていくのには驚きましたが。確かにとても食欲をそそる香りですわ。何のお店でしょうか。レイさん、行ってみましょう。注文してから改めて席を見てみたら満席で、私お席がないのかとドキドキしてしまいましたわ。やっほー、はるなちゃん、練習の調子はどう？お菓子はちゃんと渡せた？くるみさん、みーこさん、渡そうとはしていますわ。でもなかなかお菓子を渡すタイミングがなくて。そう？そんな様子なかったけど。ミーコたちずっと見てたけど、二人ともただ遊んでただけなの。な
んですか？もちろん。だって私たちは春菜ちゃんを応援するためにやってるんだからね。春菜ちゃんがちゃんとお菓子を渡せますようにってずっと見守ってたんだから。私のためにそこまで本気で？二人ともありがとうございます。あれ、なんだかガサガサ音がするような。って二人とも、その大量の荷物は何です？それ園内に売っているグッズですわよね。わ、バレちゃった。くるみちゃん大変なの。もうすぐ次のアトラクションの整理券の時間なの。わ、ほんとだ。ほら、はるなちゃん急いで。レイちゃんが戻ってくるからちゃんと目的を果たしてよ。ミーコたちしっかり応援してるの。まったく、もう私のためと言いつつ結局お二人も遊んでいるんじゃありませんか。とはいえ、お菓子は用意していますし、渡すなら一息ついている今しかないとは思うのですが。お二人が見ていると思うと、なんだか妙に緊張してきましたわ。第一、練習だなんてやはり失礼なお話で。いえ、何でもありませんわ。特に心苦しいところもやましいところも何も。な、え、あ、何でもありませんわ。まさか先を越されてしまうなんて。私も早く渡さなくては。ああ、でもそう思うと余計に緊張して。ミヤさん？そんなバカな。私、とうとう結核まで。その、しっかりしなさい、春日春菜。せっかくの機会、ここで勇気を出さなくては。み、ではなくて、レイさん。実は私もお菓子を用意したんです。よろしければぜひ。お気になさらず。決して対はありません。これは私の日頃の感謝の気持ちと言いますか。要するに、その…はい。はるなちゃん、お顔が真っ赤なの。練習でこんな感じなんて、ホワイトデー本番は大丈夫なのかな。